じゃあ始めるぜ、準備はいいかい。ようこそ横井道へ。ありがとう、本音たくさん聞かれて、本当に笑ってるよちょっと飲んでいいですか。はい、どうぞ。マドファーカーせーよいいな、めっちゃ酔っ払いですから。いいよ、これがいいですよ、今日酔ってますね。酔っ払ってる。はい、今日はですね、山口から僕らの大好きなチーズで出ます。
素晴らしい今日のライブを楽しみです。まあお前たちがチューズデーを見ることはないけど、俺たちね、いいよ、これから3時間くらいやるからな。覚悟しろよ。次はですね、11月のですね、18日に、ね、岡山のフェラードというところの40周年に呼んでいただきまして、なかなかね、よそでやることないんですけど、僕たちって大体スタジオで測ったら全曲で15分ぐらいだったんですけど、大体50分ぐらいやってるんですよ。話が長いんだけど、これ岡山でやったら怒られるかなって心配してるんですけど、大丈夫ですかね。ワトファーカー、大丈夫、ガレージ界のさだまさしてくれてるの俺たち。やるよ。そんなね、ガレージ界の佐野史郎のバンドかな。佐野史郎じゃない、佐野史郎じゃない、さだまさし。まあ佐野史郎でもいいんだけどね。よく分かってなくていいです、大丈夫です。何の話でしたっけ今日は。この岡山でレイをやるっていう話と、あ、それも終わりました。あ、なんだっけ、まあ、そんな今日はね、ロッカービッチに来たさん、皆さん来てくださってありがとうございます。ありがとう。じゃあ無駄に長いね、歓談の時間を過ごした皆様に、はい、どうもこんにちは。次の曲を、I'm sorry.
ドラムのマイクをお願いします。もう一回最近痩せ薬に手を出したこの
老人だよ。俺11月4日で62歳だってよ。おめでとうございます。老人だよ老人。だって3年じゃんな。だってあいつ老人だよ。初老初老。お前ら働いて俺のために税金払えよバカ野郎。お前ふざけんなね。お前減税だなんだ経済で経済で何言ってんだよ。父のボケなんだお前。あ俺のために税金払えよバカ野郎。ちょっと聞き捨てなりませんなそれは。税金はねない方がいいから。こういうのは俺たちの老害って専門用語で言われるんですけど。すげえバカ野郎お前。ふざけんなお前。俺はお前らちょっと長く生きてるだけの偉いんだろこの野郎バカ野郎。ふざけんじゃねえお前。ふざけんなボーゲーお前。お前よりいろんなこと知ってんだぞ俺はこの野郎。万博も行ってんだぞ俺はこの野郎。ふざけんなバカ野郎。月の後ろにちゃんと見てきたんだこの野郎。アメリカから並ぶのに2時間半並んだんだぞ小学校3年の時に。ふざけんなお前。こういうだこういうだこういうだ話が全部昭和ですよ。もう令和ですよ。もうちょっと、もうちょっと新しいネタで勝負しなさい。新しいことなんか知らないんだよ、止まってんだよ俺は。潔よしよね。じゃあじゃあ、ね、はい、そんな君たちのために俺が歌ってあげるよ。みんなのね、やめれないものを俺たちに教えてください。ありがとうな、君。君は今、次に行く流れだったけど、ちゃんと段取りっていう。俺たちもね、俺もね、今年までやめられないものがありました。まだまだ、ちょっとレコールアンドレスポンスだ。あ、そうですね。まだ伝わってないですね。あ、そうなんです。やめられないものがあったよね、今年になるまで。あのね、ロックを始めて、何年もう、え、その話長くなるんだったら打ち上げてしまっていいですか。ちょっと悪いんで、本当にビーストルズやって、何年え、何年だっけセックスピストルズに、セックスピストルズのファーストアルバムを手に入れて何年え、もう30年以上だって、あ、それちょっと続き来月でもいいですか。日本版ファーストプレスのオフィス機を手に入れて何年、ね、その話続き来年でもいいですから、ね、何しますですね、この後我々が皆さん、あの隣のリーダーがですね、あの皆さんにやめられないものを聞くので、皆さん僕らにやめられないもの、あれなんですか。やっぱゲストもいらっしゃるから、俺たちにお前らのやめられないものを教えてくれよ。ダメか、ちょっとゲストを呼ぶしかないか。今日のゲストは、今日初めての方も多いので、フリーザ様がをゲストに呼んでおりますので、フリーザ様に次回の説明をしてもらいたいと思います。皆さん拍手お願いします。皆さんこんばんは、フリーザです。今日はここにいる地球の虫どもに、これからやる段取りを教えてあげようと思いますから、皆さんちゃんとやってくださいね。この後隣にいるクリリンさんが皆さんにどうしてもやめれないということをおそらく聞くでしょうから、皆さんがこのフリーザが惑星破壊をやめれないようにね、皆様もやめれないものを我々にどん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 教えて、そしてライブを盛り上げていきたいと思います。それではクリリンさんお願いします。俺は呪術廻戦の五条悟の方が好きだけどな。教えてくれよ俺たちに。もうすでに押してるぞ MC で。お前ら早くね、答えないとお前呪術戦に影響するぞ。呪術戦3分ぐらいで終わるんだから、この人早く教えてくれ早く。ほら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 、懐さんに挑戦しますから。はいはいはい、あなたあなたブギウギね。スイちゃんが毎日毎日伊藤蘭に見えてきてしょうがないよ俺。そっちじゃない方のブギウギなら知ってますけど、ね、あ、そうなの。音楽の方のね、あなたに皆さんないんですか。地球人とはそんなにつまらないんですか。芋焼き芋。焼き芋ですね。優しいトロやん。
あと私はあの蜜芋が嫌いでね、ドロッとしてて甘ったりして、あの安っぽい芋をなんとか美味しくしようとしたのが好きなんですよ。もうないのか、ほら、ほら。バイク。バイク。たまに原付のとこバイクっていうややこしいやつがいますけど。あ、自転車もバイクって言うんだね。外人ですね。ねえ。どうぞ。お前のほらないのか。心霊動画。心霊動画。心霊動画。金縛りに遭ったことありますか、あなた。私はありますよ。俺もあるよ、あれも。私もありますね。俺もあるある。いろんなものを見てますよ、私も。あるあるある。いっぱい怖い話持ってるので、よかったら聞いてください。いや、他には。ほらほら、こいこいこい、ほら。ね、何？どうですか？行くぞ、行くぞ、もうすでに押してんだよ、もう早く言えよ、お前ら、あの。せーの、ロックンロール。バカ野郎、この曲で10分ぐらい続くぞ。覚えて帰ろう、そしてお前だし、もっと暴れろ、お前座ってんじゃねえぞ、この野郎。ロックンロールがやめられない、ロックンロールがやめられない、ロックンロールがやめられない。
Fucking life! 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 Fucking life!